ちは。集合時間が想像以上にゆっくりだったので、ちょっと準備しながら配信してます。今日寒いですかね。みんなどれぐらいの洋服着てますか？お、ちょうど昼休憩にグッドタイミングって、イエーイ。なんか今日夜がどれぐらい配信できるかわからなくて、今のうちに配信しておこうっていう。夜も帰ってきてできたらしたいんですけど、今日寒い。なんかもう最近ずっと寒いですね。やだな。かわいいリオンが。リオンが可愛いです。今日もよそうなんですよ。私めっちゃ寒がりで、寒いって普通の人よりも思うの多い気がする。めっちゃ寒がりなんですよね。わ、そぼろにさん、バラいっぱいありがとう。ちょっと私は髪の毛がボサボサすぎてシャワーを浴びたので髪の毛がまだ濡れております。なんか朝の集合とかに時間があるとすぐお風呂入っちゃう。朝風呂星人、夜も入るけど。携帯の充電器さそう。なんかなんとなく配信始めちゃったんですけど、30分まで配信します。髪の毛乾く魔法があればいいのに。そして私眉毛あるのになんかないみたい。あるよ、しっかり。
取れた。コンセント抜けちゃった。ってなかなか乾かないですよね。私の髪が長いから。今度は結構乾いた気がします。なんかあったかい風で髪の毛を乾かした後に冷たい風で乾かすといいよっていうのを聞いてからやってます。実践してる。それ聞いて。ねえ、グーグル、東京の気温は？18度。18度ってどれぐらい？ちょっと一瞬。18度。しびれる心地よい愛の印、わけもないのに輝く。あと15分で家を出る準備をしないと。なんか今日収録なんですけど全然朝早くなくて、え、本当に？って感じ。本当に大丈夫？っていう、いいの？気持ち。キリッとレモン。
いリオン。何が必要でしょうか。本日メイクポーチは絶対財布も絶対必要、イヤホンも必要ですね。イヤホンと財布は必要でしょ。鏡も必要だし、家の鍵も必要。あ、充電器も必要だ。あとお薬も必要。ちょっと、あ、何着てこっかな今日。この間僕の太陽公園に出た時に久しぶりだから不安で、資料と歌割りの立ち位置表と資料を持ってったんですよ。そしたら間違えてチーム A の公演の資料を持ってってて、私僕対公演なのにチーム A 資料って言っちゃって、あーってなってた。意味ないって。と耳にむくみやろ。むくみ取りを耳につけます。イヤホン持った、コロコロ持った、あ、331日連続配信ありがとうございます。331日を迎えました、無事に。ありがとうございます。あー、ブーくん、ゾウさんタワーありがとう、嬉しい。かわいいゾウさんタワーくれた。なんかさ、マスカラが私いつも取れちゃうんですよね。マスカラのなんか大事な部分、
これこれ、マスカラのこのプニプニの部分、マスカラじゃない、間違えた、ビューラーだ、ビューラーのプニプニのところがいつも取れちゃって困っちゃう。何着てこう、何着てこう、何着てこう。なんか今お金いっぱい入ってる財布の中に。この時期の洋服って本当に難しい。着替えるだけです。ニットって暑いですかね。着ようと思うのですが、暑いと思いますか？でも私寒がりだしな。っていうか今これ雨降ってるのかな、降ってないのかな。難しい気温だ本当に。本当にこの季節は難しい。ですね。なんか帽子似合いそう、この洋服。なんか今インスタグラムで流行ってるアームフォーマーみたいなやつをね、インスタグラムで注文したんですけど全然届かない。もう終わっちゃう、その季節。
やばい、私真冬の格好してるかも。真冬の格好してる。まあ、いっか。ニットって暑いかな、今日。ではちょっとお礼をさせてください。じゃん。ぷーくん、ゾウさんタワーありがとう。じゃあキリートレモン元お仕事行ってきます。じゃーん、めっちゃすっぴんだけど、ありがとう。イエイイエイありがぷーくんです。ありがとう。ではランキング読みます。13位ぐっちゃん、12位としたん、11位ようせさん、10位まささま、9位としくん、8位ロックさん、7位さーちゃん、6位かのひのさん、5位ばさし、4位かいすけくん、3位だいきくん、2位そぼろにさん、1位ぶーくんです。ありがとう。充電器持ってかないと。ニット着てるからさすがに上着はいらないよね。リオンが最近私の部屋にずっといる。では皆さん、配信見てくださりありがとうございました。バイバイキーン。